純です。今日はまあ、自分のランニング歴というか、まああのまあ、走り始めてから今までの生い立ちみたいなのをざっくりお話しします。それで、まあ、とりあえず現状の状態、状況、自分がどんな感じになっているのかというと、まあ、シューズで言えばこれ、ザ・ノース・フェイスの、ベクティブ・インフィニティ、これを履いています。このようなシューズ、まあ、ちょっと今汚れてますけどね。ちょっとそれでこれはこのミッドソールにプレートが入っている、山岳マラソンの専用シューズになります。最新鋭のシューズです。まあ、これをまあまあ履きこなせるところまで来たというその、まあ、生い立ちですね。それを少し話せればと思います。このシューズめっちゃ良くて早いですよ。早い。それでここのトゥーボックスもまあまあ広くて、私の横幅のあるこのまあ足の形、それにもあって、かつこれまあロッカー機能といって、コロンコロンと転がってスピードが出たり、まあこのブレが少なかったりと言ったところとか、クッション性能とかも良くて、でアッパーのここのホールド感があるので、シューズの機能をまあ活かせるという、そういう、すごいシューズですね。で、まあ、これを履いて実感できるぐらいの走力を今持っているんだなとは思うんですけど、まあ、それについて話します。それで走り始めて自分は、2016年からなんですよ。マラソンって言いますか、体作りで走り始めたのが2016年なので、何年？今2022年ですから6年目です、ラン歴6年です。それでちょっと今ランネットというインターネットの、マラソン大会のエントリーサイトを見ていますけども、かれこれ20レース以上は出ていますね。20レース以上出ている、ランネット以外からも大会のエントリーをしていますので、まあ、ランネットだけで20レース出ています。で私はフルマラソンは1回走ったきりで、あとは、山岳マラソン、ばかり出ています。あとロードで言うと、まあ、変わり種で言えば、まあ、ウルトラ、フルマラソン以上の距離を走る、まあまあ、60キロ走ですね。60キロ走に出たり、あとは舗装路のアップダウンだけの、まあ、激坂最速王決定戦、ああいうものに出たりもしています。基本的にはトレイルランニングの練習を主にしてますので、トレイルランナーという立場にいます。それで、まあ、ラン歴6年でこれからも続けていくんですけども、相当走力が上がっているにもかかわらず、まだまだやりたいことがいっぱいあって、まあ、それ自体が趣味性が高い、ところに身を置いているというところです。それで、まあラン歴6年なんですけども、その運動量とか、専門性ですね、専門性については独学ですので、その自分なりの成長スピードでもって、まあ、取り組んでいるというところになります。なので、
とてもじゃないですけど大会で成績を残せる走力だとか、まあそれに向かっていくメンタリティを持っているかというと そうでもないんですけど、ただ、ホビー趣味としてのとあのまあと取り組むその熱量、それはまあまあ人並み以上のものはあるのかなと思っています。それでまあ一つこの成長の可能性というのは、まあ、このフィジカルですね。フィジカル、これは普段から履いている、まあ、ルナサンダルなんですけど、このルナサンダルが、まあ、山岳マラソン、だけでなくてこの走るというその本質、それの面白さに気づかせてくれました。この自分のフィジカルを、まあ、作り上げていくというところに、どうも自分はなんか面白いなって思うところがあったみたいで、まあ、それからは、のめり込んでいます。で、まあ、世の中にはいろんな趣味がありますけど、トレイルランニング、山岳マラソンの、まあ、世界は私は思うに競技性は高いんですけど、どちらかというとエクストリームスポーツに近い、エクストリームスポーツに近いと言いますか、もうそのものなんだなと思います。エクストリームスポーツ何かというと、まあ、その極限の状態で身を置いた時の、まあ、自分の感覚、その感覚がすごく、まあ、刺激と言いますか、まあ競技のその成績とかいうよりも、まあ、自己満足ですね。一つは自己満足、その苦しいほどいいみたいな、ちょっとそういうところがあること。で、まあ、私がトレイルランニングを始めたそれ自体もちょっと、まあ、曲がった考えといいますか、やっぱり悔しいみたいなのがあって、それは最初にトレイルランニングのレースに出たのが、まあ、その道志村トレイルレースでして、あれそれの、まあ、ロングをまあ、ほとんど未経験といいますか、トレイルランニング練習さえ積んでればいけるだろうと思って出場したレースで完走できなかった。それがちょっと、まあ、自分の中で、まあ、初めて感じた悔しさというか、1年ぐらいかけて練習していったそれが全く通用しなかったというところに、まあ、悔しさと、あとそれ以上に のめり込むきっかけを作ってしまった、そういうのがあります。でその後のレースは、まあ、走れましたけど、翌年に出た道志村トレイルレースではまたしても、まあ、関門時間突破できずというところで撃沈しています。それでそうこうしているうちに、その翌年度以降は道志村トレイルレースは開催されていなくて、まあ未だにリベンジが果たせていないというところです。でその間にも、まあ、年に 4,5 回ペースで、大会出場というところで、去年からは長野のレースに出場するようになって、より、まあ、本格的な山岳路、標高の高いエリアで走ってみたり、距離の長いレースを走ったりしました。で私の走力で言うと、まあ、ミドルのコースなら、まあ、いけるんじゃないかなというところまで来ています。次回のレースが、まあ、伊豆トレイルジャーニー、エントリーの、まあ、をしましたので、まあ、伊豆トレイルレースに向けての練習、それを始めるところです。
あとはあの陣馬山トレイルレースがありますので、そちらも出場する予定です。で、今年は出場レースでいうと、まあ、例年に比べては少ないですけども、その分伊豆トレイルジャーニーに向ける練習量、それを上げていくことができるかなと思います。まあ、全ては計画的にというところで、突然体が上達しないもんで、結構練習して積んでいかないといけなくて、で、もう6年もやっていれば、その どういうふうに練習したらいいのかなっていうのは大体分かってくるんですけども、なかなかその一つ飛び越えた性能にまで自分を持っていくってことはできず、なんかこのレースから帰ってくるたんびにちょっとだけ次につながるそれが強くなるみたいな、もう そのぐらいの、 伸びしろでちょっとやっています。普段の練習で劇的に身体能力が向上するということを連続してできれば理想なんですけども、まあ、今のところちょっと自分はその機会はあんまりないかなというところです。でも現状維持でもおそらくその運動経験のない人からしたら、もうとてつもないというか、もうとんでもない練習量ということに なってしまうんですけど、でももう本当に上には上がいますので、この業界というか、その有酸素運動を懸命にやる人たちの世界というのはもう計り知れないことをやってますので、それはもう全然比較するものではないと思ってます。それで、まあ、有酸素運動を単純にこう体を動かし続けるということなんですけど、私のその楽しみは試行錯誤にあって、まあ、苦しいのをなんかこう いろいろ体の動かし方とか道具を使ったりとか何でもいいんで、まあ、サプリメントもそうなんですけど、いかに楽に、まあ、楽というのは、動けなくなる状況から遠いみたいな、ちょっと逆算していく感じになってしまうんですけど、例えば40キロで、膝が痛くて動かないんだとちょっと困っちゃうんで、それが起きないようにはどうするかみたいな、それをちょっと試行錯誤する、それにちょっと楽しみも感じています。フルマラソンやるかやらないか、フルマラソンをやって、なんで やりたいとは思わないのかというと、今はもうものすごいデバイスが進化していて、デバイスが何かというと、自分の、まあ、ライフゲージといいますか、体力がもう分かってしまうんですよね。体力が分かってしまうと、フルマラソンの完走タイムの予想値が出ちゃってて、なんかそれってそれが出せなかったとしたら、その日本気出してないでしょってことにもなってしまいますし、この予想タイムを大幅に上回るものが出せたら、かえってこの定量データ計測デバイスによる計測値がアバウトじゃねえかっていうことになってしまうと、どっちを取ってもちょっとそういう、フルマラソンで出て、ま、タイムに何かその分かってしまう自分がいるっていうのがちょっと嫌だなっていうので、今のところ あんまりそのフルマラソン走る予定はないですと。で、多分3時間台では走れると思うんですけど、まあ4時間でしょうね。4時間、あんまり早くないと思いますね。4時間に近い、限りなく近い3時間台、3時間30分に近い
可能性は低い。ただし、自分の走力からしたら3時間30分は切っているタイムで走る能力があるんですけど、多分それはもう本当に限界中の限界の走り、それをやって3時間30分ぐらいかなというところです。だからこういう全部分かってしまうというのもちょっと考えようですね。まあ、いろいろ話しましたけど、でも6年間というこの時間は練習量からしたら全然足りません。ということはですね、まあ、中学高校時代 何々やっていました、それは大人になってからのこの6年に比べたら1年か2年みたいなもんで、全然あれです、質も量も違いますね。大人になってからのこのボリュームや質の高さ、投入時間と、まあ、その物量ですね、それがもう桁違いなんで、まあ、中学高校時代朝練部活でやってましたは、まあ、一部 その才能に開花してとんでもない世界に行く人は別として、そうではなかった人は大人が趣味で今 現状で、現役世代の趣味の人とは比較になりませんね。桁が違います。ということは、昔こう野球とかサッカーやっていましたの、まあ、グラウンド外周を走っていたという感覚と、大人がガチで何年もランニングしまくっているのその感覚は、次元が違うので、おそらく、まあ、簡単だろうと思って、まあ、自分たちのこの、まあ、現役の動きをやると10分と持たないと思いますねとかちょっと体力自慢的だった過去がある人はちょっと一緒に走ってみたいなと思うんですけど、まあそういうところですね。はい、終わります。